寂しい磯じまえ、お腹が緩くて回数増える、ハゲしか寝たない残念な男、毎日毎日うざいポストをするパキポキです。はい、マキポキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は木曜日ということで、1週間折り返しでございますね。ドロンということで、いかがお過ごしでしょうか。今日のこちらの方面は晴れております。ちらっと路面が濡れております。雨降ったかな。おー、そんな感じの、空模様でございますね。はい、ただ晴れてますので、まあ蒸す感じはないですね。ただちょっと気温はやっぱ高めでございます。はい、お部屋の中は15度ぐらいございまして、はい、全然冷えっていうのがないですね。首で巻いてるのちょっと今日もしなくてもいいのかなと、そんな感じの朝スタートしております。いや、休み明けが一番なんかきついですよね。そりゃそうですよね。休みでね、もうゆっくり影響を養いつつで、現実にまた引き戻され、またきつくなる、まあまあまあしょうがないのかなとかって思うんですけどですね。はい、やー、しかし生きるために働かないかんっていうのは分かってますが、やっぱりストレス溜まりますよね。はい、どんなにいい仕事についててもストレスって溜まるんですよね。はい、自分の思うようにいかないのが常でございまして、これをどう操作するか、どう自分の気持ちでこう、変えていくかっていうのはね。はい、まあ20代どうでしょうか。大学卒業してすぐ就職しまして、社会の荒波にね、飛び込んでいくわけですが、まあそこで、一番最初に当たるのが学生と社会人のこの切り替え時、まあ差っていうのですかね。はい、我慢っていうのがね、やっぱ出てくると思うんですよね。はい、難しいですよね。我慢っていうのをしなくてずーっとやってきたらどうなるかっていうと、このハゲみたいになっちゃうんですよ。はい、自分が思うがままに、生きていくとね、もうコロ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 転職したりとかもしますし、ね、周りからこう、振り回されてそっちに流されていくこともありますでしょうし、はい、なんかね、昔一回上司に言われたことがありまして、もうあんたが全部悪いんや、それでもうよしとしときとかってね、言う人がいました。あれはどういう意味だったのかって今思うと、あまりにもギャンギャン言い過ぎたのかもしれませんね、私が。あ、なんかいきなり、出ましたね。あの人気づいてないな、今ですね、ちょっと今いきなりストップさ、ちょっとさせてもらって、聞こえました今、ビューンって言ったでしょ。私ちょっとこれ運転しながら言ってるんですけど、歩行者がおるのに一時停止しなかったら捕まるっていうので、私一回やられたんですよ。それの今現場を見てしまいましたね。行ってますね、行ってますね。これどっちから行くと、これ2台ね、行ったんすよ。はい、2台ともこれダメやったんすよね。はい、これ行ってますよ。はい、おお、来た来た来た。これどっちが捕まると、あ、まあ一番前の人が捕まるみたいですね。はい、ちょっといきなり話が脱線して申し訳ないですけど、じゃあこの続きはまた後で。
い、パキポキさんのブレーキ続きですということで、今ですね、ちょっと実況生中継みたいな感じになってるんですけど、軽自動車が2台行っておりまして、私の前でですね、でそれで信号待ちしてる歩行者がいたんですけど、これたまらないんじゃろってで思ってたんですけど、これなんか面白く、なんかずっとこれについていってるような感じで、どうなんって感じなんですけど、どっか広いとこ行くかな、行くんでしょうね。はい、まあ2台ですね、行ってたんです。はい、でそれでもう明らかに信号というか、その横断歩道で歩行者が止まってたんですよ。だからこれ止まらないかんよと思って、もスーッて行ったので、はい、でそれで今日どこだった、あ、これもしかして、あ、2台とも、あ、違う、この人は逃がしたね。あのね、一番、ま、あの前の人が捕まりました。じゃあこれ、ラッキーやったんですね、この人は。二台とも止めないんだ。これ、かわいそうっすね。一台目の人が止まらんですって言っても、二台目の人、来た。やっぱ捕まえに行った、捕まえに行きましたよ。やっぱ2台とも捕まえるんだ。相当飛ばしおる。でも逃げられると思うけどね、1台目の人。結構離れたところでありますけど。やっぱそうなんや。そうですよ。そりゃそうですよね。ほら、2人捕まえますわね。ちょっといい迷惑ないけど、って感じなんですけどね。まぁ、ちょっと自分はトロトロ行きますけど。どんな風になるんでしょうか、これは。おばちゃんやった、これは。おばちゃん捕まったね。すげえな。じゃあそうね、2台とも捕まりますよね。3台目は私だったんですよ。はい、これもみんな見てますね。はい、でも困るね、この歩行者っていうのは。結構もう先に行ってとか言っていう人もいますからね、こう止まってもね。はい、今日ちょっとすごいことになりましたね。実況生中継のぼやきになってしまいましたけど、皆さんにはもう全くその雰囲気が伝わってない感じでありましたっていうですね。はい、でもなんか物陰で待ち受けてましたもんね、白バイの人もね。まあでもやっぱ取り締まりはしてるんだなっていうのがすごく改めて、私もこの通りでやられましたからね。はい、もう同じとこじゃないんですけどね。はい、まあでも気をつけとかないかなと思いますけど。はい、これでもう2人とも1万2、3名ぐらい取られますからね。合わせて2万4000が、何ポイント取られるか知らませんけどね。はい、いややっぱこう一人がスーッて行ったらやっぱついていきますわね。まあ人間の心理として、なんか多分意味不明だったと思いますよ、止められたの。ほんとそんな感じがしますけどですね。隠れるけな、警察はな。なかなかそこら辺がちょっと、怖いなと思いますけどね。はい、まあそんな感じで、こんな感じで今日はこんな感じでしょうかね。ちょっと全然話が飛んでしまったということなんで、はい、明日は金曜日ということで、あと1日行けば皆さんお休みですね。はい、じゃあ今日も1日、頑張っていきましょう。今日はこんな感じで終わろうと思います。お疲れ様です。てってみーぜー。